パープルアイさん、ギフトありがとうございます。早速ありがとうございます。こんばんは。808さん、ハートありがとうございます。そう、今日はお休みです。休みなので配信をしました。です。こんばんは。髪伸びたくない？伸びるのめっちゃ早い。で、今日美容院に行ったんですけど、前髪を切りました。前髪がさ、少ないんだよね。前髪を切りました。こんばんは。 T シャツありがとうございます。これはシーンっていう通販で買いました。お肌の休養日かなって思うかもしれないけど、全然がっつりフルメイクしてます。美容院に行ったので。前髪切っちゃいました。でも色は変えてない、染めてはない。でもプリンなんですよね。でもなんか結ぼうと思えば結べそうなんだよね。で、今からが跳ねてくる時期だねって言われた美容院の人。そうなんですよね。ここからが大変なんですよ。キャンコさん、ギフトありがとうございます。ありがとう。前髪は薄くしてるの？うん、してない。もともとこれなんですよ。もともとっていうか、前髪のね、幅が多分ね、少なくなったんですよね。だから少なく見えるけど、これしかないんですよ。ハートたくさんありがとう。そう、でも久しぶりに前髪をできたから、前髪が復活したので、わかんない、邪魔になるかな、わかんないけど、まあやっと切れたって感じです。こんばんは。最近お部屋の模様替えってしてないんですよ。何にも変わってない、何にも変えてない。模様替え何もしてない。こんばんは。こんばんは。印象変わる？本当に？前髪あるのとないのって印象変わるんかな。でもやっぱり自分は前髪あった方がいいのかなって思いました。前、生きてきて前髪ある時の方が長かったから、そう思うのかもしれないけど。6時45分ぐらいまで配信しますね。育毛矯正も今日かけてきたんですよ。今日かけました。
からもね、髪の毛がシャラシャラになりましたいい感じです。もうね、かける前はね、すごいね、もう癖が気になって気になって、宿毛って時間かかって大変そう。うん、今日は宿毛とカットをしたんですけど、3時間ぐらいかかったかな。キャンコさん、ギフトありがとうございます。なんかまた新しいギフト増えた。初めて見るギフトがいっぱいあるね。またいつの間に。こんばんは。カットは揃えた感じ。そうです、揃えて量を少なくして前髪を切ってもらいました。ゲームは最近はポケモリとつむつむくらいしかしてないです。そう、おすすめのゲームありますか？スマホでできる、携帯でできるゲーム。ついこの間ポケモリのレベルが100になったんですよ。ポケモリレベル300超えました。やばっ。100超えるだけでもすごいと思ってたのに、300ってマジ。やっぱり上には上がいるんですね300ってやばくない？すごいよそれ。スイッチはですね、持ってたんですけど、ちょっと手放してしまってですね、訳あって今持ってないんですよ。ポケモンスリープは一回ダウンロードしたんですけど、あれって携帯の画面をつけっぱで、で伏せて寝ないといけないから、携帯熱くなるんじゃないみたいな。でも充電しなかったら充電なくなるし、でも充電してたら画面つけっぱだから熱くなるくないと思って消しましたなんか不便だなと思って。そう、スイッチはまたお金貯まって、お金に余裕ができたら買おうかなって、欲しいなって思ってるです。
台湾夜嵐さん、ギフトありがとうございます。ありがとう。種投げられるのもあと9日。なんで？どういうこと？初見です。絶対違うよ。台湾夜嵐さん初見じゃないでしょう。 PS2 はあんま、プレステは興味はあるけど高いじゃないですか。だからそれよりかはまだスイッチの方が。スイッチ弟くんと共有してはしてないんですよね。スイッチはなんか共有できる感じではないな。種とスターがなくなっちゃう。無料ギフトなくなっちゃう。え、どういうこと。じゃあもう全部ギフト有料ギフトになるってこと。そういうこと。マジ配信はできるんでしょ。配信する側は。じゃあ皆さんは、え、じゃあ何かこう種とかを投げるってなったらそれ全部皆さん課金ってこと。になるよね。そういうことだよね。今日夜はもうご飯は食べたんですけど、とんかつでした。なんかクリアしたらもらえるみたいな感じ。ああ、なんか視聴者さん側にもなんかミッション的なのがあるんですね。それをクリアしたら無料で投げるギフトもらえるよみたいな。マジ？皿うどん食べます。いいな。皿うどん最近食べてない。リアジュンさん、レインボースターありがとうございます。視聴ポイントがコインになる感じ。アルさん、ギフトありがとうございます。今日のリップの色なんかね、いろんなものつけてるんですよね。最初にこのレブロンのずっと使ってるもうハゲハゲのリップと、でなんかさ、それでいこうかなと思ったらなんか画面越しに見たらちょっと薄く見えたから、ちょっと濃ゆくしようと思ってこの GU で買った GU のリップ塗って、でもなんかちょっと微妙だったからユーナに卒業した時にもらったリップ、ジル・スチュアートのリップを塗りました。あ、これさ、ユーナにさ卒業した時にもらったんだけど、もう何年前、4年前5年前とかなんだけど全然減らないの。めっちゃこれ物持ちいい。まだ全然、あとこんだけ残ってる。結構もうほぼ毎日レベルでつけてるんですけど、これかわいいし色持ちもいいし物持ちもいいとはすごいです。これ最近旅行は特に予定は立ててないですね。3年半前か。それを今日はつけてます。
可愛くなったね、ありがとう。それはみんなが毎日配信するたびに可愛い可愛いって言ってくれるからですよだからみんなのおかげです、ありがとう。お粉届きました、届きました、昨日届いてた、ありがとう。本当に亡くなった翌日に届いて、すっごいタイミングが良くて今日はそれつけてます。お粉ありがとう、使っていたよ、いつもありがとう。こんな配信をするとかくらいでしか返せないけど、全然本当にごめんね、いつもありがとうございます、ありがとう。こんばんは、どうもこんばんは。イベントしたい、難しいね。自分が東京にいたら多分いけるかもしれないんですけど、わからないですね。最近食べた中で美味しかったもの、なんかあるかな、なんかね最近、むず、特になんか何も思いつかん何も思いつかんわ。レインボースターありがとう、ディアジュンさん、いつもレインボースターくれる、ありがとう。本当にこんばんは。うわ、流れ星がいっぱい、すごい。白いモスバーガー食べました。何それ、そんなんが出てるの、モスバーガー。白いモスバーガーって何、パンが白いの、初めて聞いた。白いチーズ、そういうことね。ピーマンと蒸し鶏のあえたやつ美味しかったよ。私ピーマン食べれない流れ星は見たことあるんですよ、なんかね、割とね、なんか星がめっちゃ出てる時にずっとあれ空を見てたら結構ね流れ星見える。でもそんなお願い事をする余裕は本当にないけど、マジでないけど、ピーマンね、あのね、ピーマンの肉詰めは食べれるんですよけどナポリタンとかに入ってたりとか、パプリカも食べれない、そういうなんかそういう系食べ、なんかね、何の違いだろう、分かんない。でもね無理なんですよ、苦い。でもピーマンの肉詰めは食べれるんですよ、よく分かんないよね、
自分もよくわかんないけど食べれるんですよ。食べれちゃうんですよね。好きな劇場曲。自分恋のプラン好きだよ。恋のプランはあのね、会いたかったでやってって、自分のポジションがね、その恋のプランのポジションだったんだけど、あの曲はね好きだよ。あと僕の太陽公園は全部好き、全部曲当たり、当たりっていうか自分の中でねいい曲いっぱい、好きな曲。秋の味覚といえば、秋、栗、モンブラン。ね、あの曲かわいいよね。あれはね、踊ってても楽しいし、振りとかも楽しいし。いいよね。そう、甘栗ね、そう甘栗美味しいのよ。あのいつも年末年越しの時に神社行った時に出店で甘栗の出店あるんだけど、そこで行ったら。ね、絶対に買います。最近ももちゃんと連絡してないな。あの時以来してないか。ピアーリーナ MM で8のコンサート出た時以来。ドラマは今ねあれ見てるよ、最高の教師と真夏のシンデレラと慣れの果ての僕らとトリリオンゲーム見てます。全部面白い。連絡を取ったのはその時以来かな。最後に会ったのはゆうなの卒業公演の時に最後に会った。ドラマ結構見てる。うん、最近見てるよ。見てます。おもちゃのファースト新集は持ってる。あの直々にいただきました、サイン入りのメッセージ付きで。そういただきました。だから次の写真集も欲しいと思ってる。ツイッターでよく見るんだけど、そのなんか写真内容の新書の写真、前回とは比べ物にならんくらいすごいエチエチな内容になっててびっくりした。前回最初のはなんかさ、どっちかっていうと可愛い系、かわいい、なんか彼女感満載なみたいな感じの、爽やかなみたいなだったけど、今回なんかもうさ、わかんない、そのそこの写真しか見てないからそうなのかもしれないし、今回のもそういう前みたいな可愛い系の写真もあるのかもしれないけど、今出ている写真がさ、ほとんどもうなんかさ大人っぽいさ色気のあるやつばっかりで、びっくりしました。私楽しみです。マイヤーの本校は録画見ました。まだ見てない、録画してるけどまだ見てない。今日見ようかなと思って。昨日あれ見ました、白石麻衣さんの YouTube の誕生日ディズニーの YouTube の動画見ました。楽しそうだった、楽しそうだったし、ディズニー行きたいなって思った。
行きたいな。ディズニーは、ユーナと2人で行った日以来行ってない。あれいつだ？あれいつだっけね。ついたんだっけね、分かんない。去年の6月末そうだっけかな。去年か一昨年か。次行くならランドシーどっち希望。でも自分はランド一回も行ったことなくて、Cしか行ったことないから、ランドも行ってみたいなって思いつつも、Cでタワテラとかソアリン、トイマに乗りたいなっても思う。選べない。でもランドも行ったことないから、どっちも行きたい。でももうディズニーのチケットは値上げしちゃうからな、いけないな。グリーティングズ、そう本当にそう、なんかアトラクションとか乗るのかなと思ったら全然だった。でも可愛かった。もう可愛いから何でもいいです。ふふ楽しんでるところを見れて、それでも大満足です。こんばんは、こんばんは、やっほー。ディズニーのホテルやっぱり一回は泊まってみたい。うん、トイストーリーのホテル行きたい。自分はそれに行きたい。絶対可愛いと思う。そこに泊まりたいなって。でも絶対高いし、予約も絶対取れなさそう。厳しそうですよね。でも人生で一回は行きたい。絶対に行きたい。移動プラス入場料だけで結構なく、そう本当にそうなの。
推しキャラ、でもディズニーの推しキャラあんま、私はねディズニーよりサンリオなんですよね。てかそう、ピューロランドも人生で一回も行ったことなくて、それも行きたい。ピューロランドにも行ってみたい。ここもまだ行ったことないから、そういえば長崎のガソリン代って全国でも高い。そうらしいよ。自分も最近さそれ知ったんだけどさ、3位くらいじゃなかった全国で。本当にやばいと思う。東京って今何円ですかガソリン。だいたい160-170ぐらい。何円、180円くらい。あれでもそんな変わんなくない。長崎181180何円だっけ。182-3。そんくらいだった気がしなくもないけど、あんまでも差はないんだね。言うて千葉で今日173。一番安いとこってどこで何円なんですかね。どこが一番安いの、何円なの。結構ガソリン使うの。まあそりゃ毎日乗ってますからね車には。お仕事行く時も車使うし、まあ基本お仕事で往復してみたいな感じですけど。こんばんは。こんばんは。洗車はどうしてる。洗車は普通にしてますよ。でもそんななんか月に1回とか決めてなくて、気になったら行くって感じ。なんか車汚れてるなーってちょっとでも気になったら、でも自分嫌なので気になったら行ってます。洗車はスタンドで洗ってもらう。あのなんかさセルフの機械で自分でタオルで拭く。まだ最初に買った車に乗ってるのかな。乗ってないです。最初に、一番最初に乗った車は自分が乗りたいと思ってる車じゃなかったから、もう全部ローンとかも全て払い終わった後にもうすぐ買い替えました。自分がいいなと思ってる候補の車が何台かあるんですけど、その中の一つの車がちょうどあったので、で今はそれ2台目に乗ってます。
多分それは今乗ってどんくらいかな、1年経つか経たないかくらいですね。今新車な気がする。残念ですが中古ですね。新車はやっぱ高いからな。自分は別に車は、新車じゃなくてもいいかなって思っちゃう人。それでもしなんか事故したりどっかかすっちゃったりしたら嫌だから、別にそんななんか気になるような傷とかが、まあ内装も外装もなければ別に新車じゃなくてもって思っちゃう。そう、やっぱね、乗りたいやつがいいね。でも自分は人生で一回は絶対にキャンバスに乗るって決めてる。マジでキャンバス本当に可愛くて、でもやっぱ高いんですよね。キャンバス人気だし、今もいろんなグレードが出てるから、でもやっぱ可愛いんですよ。だから人生で一回はあれに乗ってみたいって思う。そう、キャンバス。マジで可愛い。もう色味も最高だし、内装もめっちゃ可愛いし、台風の時は自分が仕事終わってお家に着いた頃にが一番ひどい時だったから、まあ、徐行ですね徐行して40キロぐらいでずっと道路走ってた。でもまあなんとか大丈夫でした。ナイスのラブレターのギフト、かわいい。それも初めて見た。ありがとう。ここでは初めまして、初めまして。出先なので無音です。すごい器用なことするねで見てくれてありがとうございます。ありがとう。な感じで、もうそろそろ45分になるので、そろそろ終わろうかなと思います。最近のモチベありますよ。あるけどまだことが終わってないので、それは何がモチベだったかっていうのは事後報告しようと思いますですが、まあありますよ。楽しみに待っててください、報告を。あ、これしたんだな、これがモチベだったのかなって自分が事後報告した時に思っててくださいそれでは配信を終わりたいと思います。皆さん見てくれてありがとうございました。今日も今日とてありがとうございました。コメントもギフトもたくさんありがとうございます。ワマさん、レインボースターありがとうございます。
それではまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。